嘘をつきます。日本に住む女性の7割は俺です。おいおいおい、マジか。冗談だろ。皆さんはこれって自分だけって思うことありますか？ありますよね。そうですよね。わかります。はい、すごくわかります。古畑任三郎でした。実は僕もあってですね、気になったのでみんなに聞いてみたんです。これって俺だけ？耳毛と鼻毛つながってるんだよね。みんなのこれって自分だけって思うことを教えてくださいっていうことで見ていきまーんこ。携帯の充電器すぐ壊すのって自分だけ？いや、これは割とあるよね。僕もよく壊す。喋ろうとしたことすぐ忘れる。いや、これも割とあるよね。僕も忘れる。リス君面白いなー、好きだなーって思うの私だけ？いや、これはみんなが思ってるから安心して。寝る前に一人で発狂して下ネタ言ってるのって僕だけ？これはどういうこと？一回再現してみるね。チンチンセックス、チン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 セックス、セックス。おやすみ。お前大丈夫か？お薬飲んだら体がふわふわしてくるんやけど、これって俺だけ？これは誰一人いちゃいけないんだよ。リス君が食べたくなってしまう。これ僕だけかな。リス君食べたくなるのって俺だけ？あー残念。君だけじゃなかったね。俺狙われてる？逃げ始めても1日で終わるの私だけ？もうちょっと頑張ろうか。目が820個ある、これガチ。嘘つけよ。何ちょっとガチ感出してんの？無理あるやろ。右手の小指曲がるの、多分みんなできると思う。これすごくない？でもみんなできると思うって言ってるし、僕もできるかもしれないからちょっとやってみるわ。よし、じゃあみんな試してみるよ。まずここ曲げるでしょ。で、あとはこれを離すだけ。まあみんなできると思うって言ってるし、まあできるでしょ。いきますよ。3、2、1。一歩歩くたびカップルが破局する。全部お前のせいだったの？俺は世界に俺一人しかいないってことを知らなかったの俺だけ？めっちゃ深いこと言ってる感じ出してるけど、割と当たり前のことなんだよね。そうですね、バカです。いいね。うん、あの動画の趣旨わかってる？あそこの毛と髪の毛がつながってる。え、僕へそ毛と髪の毛つながってます。これって自分だけですかね？足毛と髪の毛がつながってます。髪の毛とどこかの毛がつながってるやつ言いすぎだろ。おでんの最初のボケ使いままさんといて。なんか恥ずかしくなるやろ。喉仏に一本だけ毛が生えてるの僕だけ？抜けよ。これって自分だけ？お腹減るとカビを食べたくなるの。追い詰められてるの？髪食べるのは極限状態かヤギの二択なんよ。城之内の顎っていい匂いするよね。そんなとこ匂うな。今までネタにされてきた城之内もそんな褒められ方したら反応に困るやろ。田中って未だにわからないの僕だけ？はい、来ました。これ僕がずっと思ってることです。一番の被害者は僕ですからね。もう田中に関する DM リプが多すぎてこっちは飽き飽きしてんだよ。だから僕は密かに対策を取りました。田中に関するものは動画で使わない。そしたら少しはマシになるだろうと。そしたらさらに勢いを増しました。おい、話がちげえじゃねえか。最近じゃ佐藤とか山下とか新しいのも増えてきてやがる。次から次へとウイルスがよ。他の人名なら使ってもらえるじゃねえんだよ。いい加減にしろ。まあ今回は長々と突っ込んでしまいましたが許してくださいね。まあいつもこのくらい言いたいんですけどね。ちょっと尺的な問題で短くなってますけど。まあたまには長く突っ込むような動画もあっていいかもですね。まあ、その辺は皆さんコメント欄で教えてください。それでは今日の最後はこちら。顎と中指に宮川大輔の顔生えてるのって僕だけ？お前だけだよ。